炎術討伐の命を受けた劉備は力戦し、炎術軍を撃破する。弱体化した炎術はもはや曹操の敵ではなく、あっけなく滅びた。そして劉備が突如反旗を翻した。曹操は大軍をもって劉備軍を完膚なきまでに叩きのめす。なすべきものも見えず陣を掲げる劉備は乱を呼ぶ存在に過ぎぬ。曹操の意志を体現したような猛攻の前に劉備軍は崩壊。劉備は再び流浪の身となった。この激戦で一人の将が曹操に下る。義と勇、礼と智を兼ね備えた豪将関羽である。曹操は以前より欲していたこの男を得て喜び、側近として扱う。ここに至り曹操は旧友袁紹との決戦に臨む。彼は満を持して決戦の地関都に軍勢を進めた。曹操と袁紹、天下分け目の対戦、ここに開幕。まあ、取るべき策は明白。白馬遠心におとりを置いて陽動、その後に括弧撃破。兵多くとも優柔不断で上辺を気にする一昔前の英雄。袁紹が曹操殿の言う通りの人物なら、これでおしまい。しかし、このおとりこそが問題であろう。敵は数で勝るゆえ、些細なおとりなど滋賀にもかけぬ。はははいい着眼点だね。曹操殿が夢中になるのもうなずける。申し訳ござらん、確証の身で出過ぎたまね。父よ、ならばあなたが行くしかあるまい。ふん、わしがおとりか。ふん、素晴らしいね、宗妃だな。さすがは曹操殿の息子だ。曹操殿は極上の餌。白馬遠心両方の敵を引きつけられる。そこで曹操殿には中央に進軍してもらう。その間に俺たちが白馬と遠心を括弧に叩く。後中央の敵を攻撃すれば、うん、敵の戦力を分散させられるというわけか。その通り。曹丕殿と俺は遠心から攻める。ガグ殿、白馬は頼みましたよ。承知した。いいだろう。各お前の希望を見せるがいい。始める。敵の増援が来ぬうちにな。はっ。曹丕殿、この策に焦りは禁物。
仕掛けるのは敵が餌に食いついてからだ。白馬の連中とも足並みを揃えたい。戦場を広く見つつ遠心を目指すとしましょう。この先は危険の匂いがするね。少し濡れるが池を通った方がいいでしょう。警戒しておくに限る。どけどけどけ、そうそうなんぞこの文集が討ち取ってくれる。俺の気はよ。勢い込んだ輩がいるな。斧が分際をわきまえさせて、これで頭を冷やせ。なれ青龍、敵の全てを切り伏せん。覚えておけ、そっくり容赦しねえぞ。敵将、私が討ち取った。お見事な戦ぶり。我らも奮起し勝利へと邁進せん。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。
頭を切らせ。燃える気はよ。こう焦ったわ。だが殿が率いる大軍が来れば貴様らなど遅れは取れぬ。拙者らも続くぞ。曹操殿、戦果はもう十分です。関東城まで戻り決戦に備えるぞ。よかろう、全軍撤退だ。私が討ち取った。面白い話が聞けますよ。巨勇を呼べ。